さあ皆さん文学行ってみたいと思います。今日の長文は段落7つで空小中問題7問、これを全部いきますので一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まずこちらが説問の指示でございます。で、選択肢は8個ありますからね。で、皆さん選択肢の下に第1段落がついていくんですが、ここから画面見やすいように変えますね。さあ皆さん、第1段落の全体像でございます。皆さん、この空所25番に入る選択肢、もちろん先ほどご覧いただいた8本の選択肢の中から1つ選んでいただくんですが、まずは画面見えている選択肢の ABC、 これのどれかが入るかどうか検討をお願いします。さあ皆さん、分かりやすいのは空所の右側の These people、 まあ These と書いてますから、これは直前に複数形、複数の人々の話があるはずですよね。で、その観点からいくと、まず選択肢の A が良さげですよね。一方、選択肢の B と C には複数の人々の話はないので、おそらく BC はダメそうですね。ただ皆さん、あと選択肢5つございますので、この後画面を変えますね。さあ皆さん、続いての選択肢 DEF ですね。この中から検討をお願いします。皆さん、選択肢の D と E が良さげですよね。一方、選択肢の F には複数の人々の話はなさそうですね。で、この後残りの選択肢をご覧いただきます。さあ皆さん、第2段落の一番最初の文章ちょっと見えてますが、皆さん気にせず選択肢の G と H ですね。検討をお願いします。さあ皆さん、これは選択肢の H が良さげですね。さあ皆さん、8本ある選択肢の中から結構絞れましたので、その中から再検討いきますね。さあ皆さん、選択肢8個が4つに絞れました。で、皆さん、今見えているのは3つでございますが、この中で皆さんまた絞れるかと思いますので、再検討をお願いします。皆さん、おそらくこの1万4000年前の話をヒントにしてるんじゃないでしょうか。ちょっと画面下に下げますね。さあ皆さん、これでどうでしょう。皆さん、まず選択肢の A の文末の1493年。皆さん、この本文こちらをご覧くださいね。時代が新しい方へ行っちゃっております。で、皆さん、選択肢の D も New World。まあ、新しくなっちゃってますよね。古い方へ行っていただきたいと思います。で、選択肢の H も良さげな感じはするんですが、2、3000年前。まあ、この1万4000年前に到底及ばないですね。となってくると、選択肢の E。皆さん、こちらの単語ご存知の方あんまりいらっしゃらないかと思いますが、もし知っているという方、旧石器時代。いいですよね、1万4000年前。ただ皆さん、それをご存知ない方でも皆さん、ハンターギャザーズ、狩猟採集民ですよね。それであれば1万4000年前、時代的にぴったり。ですから、言い換え可能でございますので、選択肢の E が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。選択肢、まずこの2つの検討をお願いします。さあ皆さん、これ空所の右側に The Early Migrants、移住してきた人の話が書いてますよね。で、皆さん、それに The、座がついているということは、この空所26番、移住者とのつながりがありそうですよね。で、皆さん、それで選択肢の A と B を見てもですね、まあ、ちょっとそのものズバリというものがないので、この後残りの選択肢をお見せいたしますね。さあ皆さん、これで選択肢全部でございますので、再検討をお願いします。さあ皆さん、これは選択肢の F が良さげですよね。人間がアメリカ大陸に entries、流入してくること。まさに移住の話でございます。そして皆さん、選択肢文と previous、過去のとか昔の。それが皆さん、こちらにつながりますよね。early。昔の、初期のということで、このあたりも皆さん言い換え可能ですよね。ですから空所26番の正解は F ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。皆さん、選択肢1個しか見えてませんが、まずはこの空欄27番ですね。入るかどうか検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢この真ん中に He って書いてますよね。誰やねんって感じでございます。もちろんこの左が遡っていただいても彼に相当する人物がいないですよね。じゃあ皆さん、これ空所27番の左側いるのかなと思ったらなんかいましたね。まあ、もちろんもうちょっと遡ればコロンブスのことでございますが、それを彼、He で受けてくれてますよね。ですから皆さん、この空所に選択肢の A 入れると良さげですよね。ただ皆さん、まだ選択肢1個しか検討できてませんので、この後残りをお見せいたしますね。
すみません、選択肢全部見えるようにいたしました。念のため検討をお願いいたします。すみません、コロンブスの話でございますので、選択肢の A 以外と言われた目さ、 C が怪しいですよね。皆さん、本当にコロンブスの話がおります。ただ皆さん気づいてるかと思いますが、こちらコロンブスがいて、そして彼で受けてるんですよね。で、彼で受けてるのに、もう一回こちらでコロンブスとはならないですね。そうです、He で受けてるんですから、皆さん選択肢の A の He。ですから、そういった意味で選択肢の C は×。よって正解は A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第4段落でございます。皆さん、選択肢この G の後一つだけ H 残ってますからね。ですが、まずはこの見えてるところで検討をお願いします。皆さん、画面を下にずらしますね。さあ皆さん、選択肢 H も踏まえて再検討をお願いします。皆さん、本文空所の右側に皆さん、インフルエンザ、天然痘、様々な致死的な病気。皆さん、その病気とつながる選択肢見つかってますよね。皆さん、選択肢 H のこのあたりでいけそうですね。バクテリアとかウイルスに抵抗できなかった。まさにこの2020年、コロナ時代とつながりますよね。イメージはしやすいかと思います。で、皆さん、選択肢 H の後半のこれですね。で、皆さん、この単語のそのものの意味がわかんなくてもですね。単語の真ん中から後半、パンデミックとかエピデミック、感染症、伝染病、おそらくそれにつながる表現ではないか、そういうふうにイメージはできるかと思います。ですから感染症、伝染病、まさにインフルエンザバッチリですね。ですから病気つながりということで、選択肢の H が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。で、皆さん、今見えている選択肢が全てですからね。検討をお願いします。皆さん、これは空所の前後、アフリカの話をしていただいておりますので、これはいけそうですよね。そうです、選択肢の D、 良さげですよね。そして皆さん、空所の左側、 In the new colonies、 その新しい話が選択肢の D の In the new world、 これにもつながっていきますので、空所29番の正解は D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。残っている選択肢は3つですからね。検討をお願いします。さあ皆さん、これ空手の左側のこのシュガーケインでいけそうですね。砂糖キビのことなんですが、それが分かんなくてもシュガー。それが選択肢の G につながってきますよね。ですから言い換え可能でございますので、空欄30番の正解は G ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、最終段落でございます。選択肢残り2つですからね。検討をお願いします。さあ皆さん、これ空所の前後に影響を及ぼすという話が書いてますよね。で、選択肢の中にも影響を及ぼす。その影響というつながりの表現が見つかったかと思います。そうです、選択肢の B の Impact On、 これですよね。ですから空所31番の正解は選択肢 B ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。先ほどの問題を振り返ってみたいと思います。結局我々はどうやって解いたのかということですが、問いの25番であれば、本文中の語句 These people、 これらの人々が一体どこを指してるのかということで、正解の選択肢の中のこれ The first humans を指してるな、つまりこういう関係性が成り立ってるな、だから正解だというふうに判断しましたね。で、問いの26番も本文の語句、初期の頃移住してきた人で、じゃあそれとこういう関係があるもの、選択肢で言うと Human entries、 人が流入してくることですよね。ああ言ってることほぼ同じだと思って正解だと判断しました。ですから結局は言い換え表現を探してるだけなんですね。で、もちろんそれは以前からお伝えしていることでもございます。ですから皆さんが今後勉強していく中で、言い換え可能な表現を探したそう、そういう意識を持って今後も取り組んでいただきたいと思います。もちろん試験当日やることもこれですからね。ぜひ参考になさってください。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。